質問、学会って何ですか？回答、ピアノの発表会の医師バージョンです。学会とは同じ専門を持った医師が全国から集まってお互いに治療方法や新しい手術方法なんかを話し合ったりする会です。通常各学会あたり年1回行われています。たくさんの人の前で発表をしますが、若手医師などはあまり経験がないので事前に発表の練習をして学会に臨みます。ピアノの発表会みたいな感じですね。この時事前発表会で上司からボロクソにダメ出しされて心折れるというのは若手医師あるあるだと思います。僕は心臓外科医なので毎年心臓血管外科学会に参加しています。今年は3月に旭川で開催されることになりました。3月の旭川の気温は0度を下回ることもありますが、学会期間中は心臓外科医たちがめちゃくちゃ熱い議論をしていますので、少しだけ気温が上がるかもしれません。3月23日、北海道の天気予報に注目していてください。その他の質問はコメントへ。